はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も PUBG ニュースセットやっていこうと思います。よろしくお願いします。ということで、最新アップデートでですね、 MK47 ミュータントにもう超大幅強化がね、入りました。おい、こんがり、寝言は寝てから言えってまあおっしゃられる方が、まあ、いるかもしれませんが、まあ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 見てくださいよ。ちょっと今回はね、僕がまあね、MK47 ミュータント使って、まあ、ドンカツ取っていこうと思うんで、はい。でね、まあ、何の強化が入ったかっつーと、まあ、パッチノートとか見てもさ、まあ、特にさ、強化入ってないじゃないですか。で、それは、あのね、性能がなんちゃらってわけじゃないんですよ。うん。じゃあ何が強化されたのっていうと、この、極限モードを遊ぶとですね、500円さ、もう最初からさ、手に入るんだよね、クレジットが。つまり、これカスタマイズキットを買うことができるんですよ。ということはですね、MK47 ミュータントがもう最初からね、カスタムありで使えるってことなんですよね。まあ、これが強化じゃなくて何なんだっていう話なんですよ。だから、まあ、そういうことです。ということで、敵多すぎなんで、ちょっと待って。めっちゃめんどくさいし。来んな来んな来んな。マジでだるいって、本当に。いった!アップな!待って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 。AI にしばかれそう。マジやめろよ。マジで AI し、AI マジやめて。オッケーオッケーオッケー。まだ裏にいるからな、この裏に。めんどくさいって。ちょ、ほんと危なかった。車でさ、ひかれ死ぬとこだったわ。ほんとマジやめて。もう AI 邪魔すぎ。AI うざすぎ。やめろ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 。やめろやめろやめろ。目の前いるんだ、敵が。まずこいつを縛いてからじゃん。まずはこいつを縛いてからのお話じゃん。本当にさ、油断しちゃいけないよ、マジで。ここ、立ち回りマジ重要だからな、ここ。この、エランゲル極限舐めちゃいけません。まあ、ということでね、まあ、敵倒さなくても、正直、金が、500円ね、持った状態からスタートできるので、いや、マジでね、これ、ほんと大幅強化なんですよ。うん。なんで、本当はね、こんなところ降りる必要ないんですよね。まあ、ただ今回は、まあ、MK47 ミュータントが、まあ、欲しかったので、まあ、降りてるだけであって、別にねここに降りる必要はもう何もないんです。うん、本当はね、まあ、ただ今回は、まあ、そういうね、事情があるので、ほらね、 MK47 ミュータントあるでしょ、この物資の中に、まあ、これを狙ってたわけですね、僕は。はい、ということで、今回はね、こちらのもう真っ赤なですね MK47 ミュータント使って、もうドンカツもゴリゴリに取っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでね、セルフ AED と、カスタマイズキットをね、注文しました。はい、で、このね、真っ赤な MK47 ミュータント、これ、アモアスコラボの、まあ、柄、まあ、好きになるんですが、ちょっと皆さんね、見てほしい。まあ、可愛いよね。すごいね、この、ドットも可愛いんです。あー、ちょっと危な!びっくりした、今!おい、見てる時にやめろって、武器。武器確認タイムだろうか、今の。やめてやめてやめて。危ない危ない危ない。お前ほんと許さねえからな。なんでそこを貫通する？やめろ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 ！マジで危ないって。マジで危ないって。ちょっと RTS、あ、TRS 打ちます。怖すぎ怖すぎ。ほんとふざけんな。ちょ、詰めてくんなや。ちょ、今はやめてや。カスタマイズキットだけ。カスタマイズキットだけ。オッケー。おっしゃれ！MK47 ミュータント舐めんじゃねえぞ、マジで。危ねえ。いやー、ほんとにさ、もう怖いわ。エランゲル極限おかしすぎる、ほんとに。脳筋マン多すぎだし、人多すぎだし、楽しすぎ。マジでね。危なかった、ほんと。もうマジでな、危なすぎるからみんな、マジで気をつけて。ほんとにね、もう油断も隙もね、あったもんじゃない。ほんと、じゃん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 敵湧いてくるから怖えわ。で、さっきの説明に戻るんですが、これね、ドットも可愛いの、ほら、みんな、見て。可愛いっしょ。だから、ぜひね、これね、当ててほしい、皆さん。うん。まあ、アモアスコラボ引いて、まあね、副産物として、まあ、これが当たった方ね、まあ、ぜひ、この MK47 ミュータント、エランゲル極限でね、使ってみてください。あ、あんなところに。さあ、あいつはですね、この、デカビジョン、エータポー M でしばきたい。さあ、顔出せ。顔出した瞬間がお前の最後よ。パーン!な?言ったろ?だから顔出すなって。
忠告したのにもそういうことしてくるから、もうあの救いようがありません。はい、ああいう時はね、もうしばかれて当然なんで、皆さんね、もうしばき切ってやりましょう。さあ、というわけでね、生存人数は残り10名つうことで、まあ、最終決戦向かっていきましょうか。はい、ということでね、まあ今回は、まあ、MK47 ミュータントを使っていますが、まあ、M16 もですね、まあ、同じ理由で、まあ、強化入ってると言えるでしょう。はい、まあ、カスタムするとね、マシンの力を発揮してくれる武器はもうあのね、もうあの全て強化入っちゃってる。うん、500円ね、初動から持ってるってことは、もう武器さえね、取っちゃえば、まあ、もう強く出れるので、まあ皆さんはね、補給物資直売りなんてせずに、ちゃんとね、過疎地を降りて、まあ、武器だけ拾ってね、やってみてください。あ、あいつ何やってんだろう。あの人は何やってんでしょうか。は、あれは AI です。はい、まあそんなあれはしばく必要がない。あっちはなんだ、あっちも AI か。 AI 多すぎな。ちょ、車まずい。シャオン壊すい。あれ来るのかな。まあ一旦 MK47 ミュータントの威力を、まあね、敵にちょっと思い知らせましょう。はい、こうやってね、銃声出すとね、結構引いてくれるからね。うん、一旦まずは銃声出して、まあ、威嚇射撃しておくと。来るんかい、来るんかい、それ。あれは AI を引きに行くか。あ、引いたな。さあ、残り生存人数5名。まあいいでしょう、位置的にはね。うん、まあ、周り見渡せますし、まあ、車ありますし、何も問題はないと。さあ、アンチがもうすぐ縮まりますが、どっちに、来るんでしょうかね。あの高台とか取ってくれてもいいんだけどな。こっちには AWM あるかな。まあ、全然怖くないんだよな、正直。もうワンパンで沈めますからね。10倍デカビジョンつけてるんで、まあ余裕でしょう。さらにはまあセルフ AED も今回持ってますから、まあ、この車のね、裏に隠れることができれば、まあ、なんかね、まあ、復活できるチャンスもあると。はい、ソロとは何だったんだ、本当に。ソロとはかっこ哲学って感じですが、まあ、やっていきましょうか。はい、残り生存人数4名、まあ、ベクターがやっぱ多いね。うん、まあ、環境は変わってもベクターは変わらずっていう、まあことわざありますからね。まあ、ベクターはそれほどに今凶悪な武器です。はい、怖いです。まあ、ただまあ近距離に寄らせなかったらいいんでね、もう中距離で、まあ、しばきましょうよ、この MK47 ミュータント使って。さあ、敵はどこにいるんでしょうか。上はいなさそうなんだけどな。それは単なる僕の勘違い、早とちり、思い過ごしなんでしょうか。ほんとベクターね、SMG だからなかなかね、その射撃音が入らないっていうね、銃声が入らないっていうのも、まあ、強みの一つではあるよな。さあ、つうことで、やることがないので、まあ、この辺ね、まあ、ぶらりぶらりと、まあ、散歩しているんですけれども、あと4人だからな。あ、いたいたいた、上いるじゃん。マジか、上いるじゃん。あれはマジかよ。ちょい、それは甘い。はマジか、今の俺が仕留められなかったわ。ふわっ、今日は SR が走ってるぜ。今日は SR 走ってるし、 MK47 ミュータント装備してるし、もういいことしかないな。うん、とんかつもらいました。さあ、残りは2人。いや、もう上はいないでしょ、多分。もう多分あと下だと思うんだよな。多分プリズンの方とかにもう身をビクビクさせながらね、まあ、震えて敵は待ってるんじゃないでしょうか。まあ、そんなですね、震える子羊たちにですね、まあ、僕が、正義の鉄槌を下しましょう、上から。もう上から AWM なんてさ、ほんとさ、上からさ、マリコぐらいの破壊力あるからな、ほんとにやばいよ、これ。さあ、上から AWM をしっかりと敵のね、脳天めがけてもうぶち込んでいきたい。いるじゃん、下。今ガラス割れる音したな。そこじゃない？なんかその家っぽいんだよな、その家いそう。いるな、多分いるな。さあ、スモーク撒いていますが、ちょ、一旦僕はじゃあさ、上からやります。はい、そいつに対してしっかり左回りかまして、上からしばいていきたい。あ、いるじゃん、いるじゃん。やれな、止まってほしいな、止まってほしい。さあ、僕の位置には気づいていませんね。これはMK47 なんだよな。強すぎる、マジこの武器。
キル速速いからさ、やばいってこれ。さあ、あいつが正面に対してスモーク焚いてたので、敵はですね、まあ、こちら側にいると予想。どうなるんでしょうね。多分ね、アンチ側にはいないと思うんだよ。もうプリズン側でもうあのビクビクして、あー、ジャーバー、どうも、やめてやめて、自己蘇生、いやー無理かー、そっちかーい、マジかー、任せろよ自己蘇生、くっそしばかれました。いやー推理が外れたな。まあそこはね、ちょっと推理、なんだろうな、少しまあ横着しましたかね。うん、敵が正面にまあスモーク耐えてるからといって、まあ、いるとは限らないというね、まあ、いい反面教師になったんじゃないでしょうか。皆さんもですね、ぜひこのね、強化された MK47 ミュータント、初動からですねフルオートにして、使ってみてください。以上、こんがりでした。じゃあな、ジジー。